西谷久典は埼玉県久喜市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。現在は立正大学法学部准教授。楽天時代、明治大学時代は2001年、1年次春に打率、417を記録して打撃成績リーグ2位に輝き、ベストナイン受賞。大学野球界に鮮烈なデビューを飾るも、左目眼底骨折と、 左前腕を骨折と二度の大怪我に見舞われる。そのため2年、3年時の成績は精裁を欠いたものだった。しかし2004年、首相を務めた4年時春に、再び打率を4割に乗せる活躍で春、秋と続けて、ベストナインを受賞し、第33回日米大学野球のメンバーにも選出された。大学通算で74試合に出場し260。 打数79安打、打率、304、3本塁打、27打点。2004年のドラフト4巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに指名を受け入団。2006年シーズン終盤、初めて一軍合流。主に三塁手として出場し、少ないチャンスながら結果を出した。同年11月10日、公式ブログを解説。野球人としての西谷ではなく、 日常の西谷のブログにしたいとコメントした。2007年3月、前年のフェニックスリーグ出場中に痛めた右肘の手術をした。リハビリに丸1年を要し、1.2軍を通じて公式戦には全く出場できなかった。2008年には復調し、イースタンリーグで打率、342の好成績を残したが、1軍出場はなかった。2009年、 6月10日に約3年ぶりに一軍登録され、6月14日の横浜戦では先制のセーフティースクイズを決めるなど3、打点の活躍でプロ入り初のヒーローインタビューを受けたが、その後は結果を残すことができず、11月2日に球団から戦力外通告を受ける。12球団合同トライアウトを受験し、その結果、阪神タイガースに育成選手として入団したが、 2010年10月1日に、再び戦力外通告を受け、そのまま現役を引退。引退後は、教師やホテルマン、大学教員などへの転身を視野に入れていたが、2011年4月より、玉台ひじりが丘高校で国語の教諭として勤務し、同校中学の野球部で、コーチとして指導した。病状大学大学院人文科学。 研究科教育学専攻修士課程を修了し、明星大学で文章作成の授業を担当していた。2013年より立正大学で講師を務める。2018年4月に立正大学法学部法学科の准教授に就任。なお近年、大越はじめなどの元プロ野球選手による野球部監督が相次いでいるが、当人は、 高校野球の指導者にはそれほど思い入れは強くなく、純粋に教員になりたかったとのことである。俊足のない野手。小技も卒なくこなす。補給、送球に難があるが、守備範囲は広い。性格は練習熱心で真面目である。大学では文学部文学科で在学中に高校国語の教員免許を取得している。プロ野球選手時代は日経新聞を愛読し、 明星大学の修士課程を修了していた。2006年オフに仙台市内の小学校を訪問。これは西谷の提案により授業に近い形で行われ、プロ野球選手が行うものとしては一風変わったものになった。3日がかりで作ったイラストボードを使用し、気づくということの大切さ、夢と目標について子供たちの前で話した。その後も精力的に、 学校訪問活動を行っている。ありがとうございます。